ました。ラストレース、ガチレース行きましょう。もちろん嫁のデイジーマッハバイク、これじゃないと1位を取れません。最近本当に1位を取れなくて困っております。鈴のチャリ、今日はまだ1位を取っていません。さあ最後にふさわしいミラーカップです。さあコースはどこにするか迷います。さあ7位からのスタートです。シャーベットランドを選んでいく。やはり最後だからかハテナを選んでいく方が多いです。キノピオファクトリー DK スノーボードクロス、この辺りが多いです。この辺りが多いでしょう。さあどのコースが当たるのか注目どころです。さあトラウマファクトリーからとなります。前回の第2回チャリハイではこのミラーのキノピオファクトリーでビリになってしまいました。見事に巻き返したいところ、スタートダッシュができていない。これはどういうことなのか。さあ相手も取れた。ここで超絶ラムダッシュ、超絶ラムダッシュ、超絶ラムダッシュでどんどん前に出ていく。超絶ラムダッシュでどんどん前に出ていく。アレキさんだけ、アレキさんを抜かせば、さあこのまま1位をキープしたい、1位をキープしたい。しかしスライムともう1人が遮る。おっと誰かに当たった模様。もう1人名前が見えない、もう1人名前が見えないだと、これはどういうことでしょうか。おっとまたもやこのような展開。ビビアンさんはドンキー、もう1人のデイジーは誰だ。おそらくロアでしょう、おそらくロアでしょう。さあアレキさんが前に出ます。タクヤがつまずく。これアレキさんがビビアンさんの甲羅にかかる。そして私は4位のまま赤コーラを引きました、赤コーラを引いた。これでかきのこ、でかきのこ勢が多すぎる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 。まだ赤コーラを追いかけてくる、まだ赤コーラを追いかけてくる。なんとかかわした、なんとかかわして、そして1位飛ばしが来ました。さあ現在の1位は誰なのでしょうか。モノノフさんでした、モノノフさんが1位でした。さあラブラッシュ、ラブラッシュ、ラブラッシュです。さあこのままいい順位をキープすることはできない。しかしラブラッシュ、まだラブラッシュという武器が残っている。おっとこれはサンダーです、サンダー回避は特にはいない。まだ巻き返しのチャンスはある。マイルチェケボンがあった、危なかった。さあ後ろからキラで巻き返す。赤コーラ1個では何もできない、赤コーラ1個では何もできないぞ。これでいいのか、なぜにまたこういうところでつまずくのか、そしてなんでここでぶつかるのか意味がわからないぞ。何をやっている鈴のチャリ、何回やっても1位になれないぞ。これではこれは今日はもう1位は無理と思われます。早くも諦めが早い、心が折れかけております。なぜあそこでミスるのかがわからない。第2コースモンテタウン、ここで早く巻き返したい、早く1位を取りたい。このまま終わるわけにはいかない鈴の砂利、しかしこのままでは終わってしまう。なぜにあそこでミスるのか、やはりトラウマからは逃げられないのか。軽いにも程がある、軽いにも程がある。なぜに私をいじめるのか、なぜ私をいじめるのか意味がわからない。早く1位にしてほしいだけなのに、なぜいじめるのか。主催者フルボッコではない、チャリフルボッコである。そしてその主催者は現在最下位を走っております。やはり主催者フルボッコなのか。
さあサンダーを引くのか、引かない。なぜにまたチェケボンに巻き込まれなければいけないのか。もはや1位は絶望的、1位は絶望的、もうビリになるしかない、もうビリになるしかない、そういう展開です。もうビリしかない、いじめられすぎ、いじめられすぎにも程がある。心がかなり折れております。さあここです。さあビビアンさんだから即参はまずありえない。しかし怖くてどうしても使ってしまう。おっと引いてしまった。しかし引いてなかったようだ、ラグでした。危ない危ない。おっとおっと、ユッピーさんどこに行った。ユッピーさんは遠回りしてアイテムを取りに行ったのでしょうか。チェケボンまた当たる。もうダメです、もうダメです、心完全に折れております。チェケボンは当たりすぎ、なぜそんなに私をいじめるのか、なぜそんなに鈴のチャリをいじめるのか教えてほしい。もうダメにも程がある、ダメにも程がある。これではもう1位を取るのは絶望的です、絶望にも程がある。さあここでワンチャンあるのか。超絶ラムダッシュを引きました、超絶ラムダッシュを引きました。超絶ラムダッシュによって巻き返すことはできるのでしょうか。さあここからダッシュしていきます、ここからです。さあここからダッシュしていきます、巻き返す、何が何でも巻き返す。と誓った鈴のチャリ、しかし最後が1位飛ばしでは全くもって無意味の中、4位でゴールです。3回のチェケボンにやっても4位、これなら健闘と言えるでしょう。さあ巻き返して2桁、なんとか7位まで上げました。さあ次のコースいきましょう。さあ第3コース目、もうココナッツモール、この最後のコーナーにあるホットロットを避けて見事1位を取ることができるのか。鈴のチャリ、チェケボンが早速出てきました。おっと自分も巻き込まれた。しかしこれによって2位まで前に出ることができました。さあここから、ここからです、ここからが勝負です。やはりなぜ、やはり今回は呪われている、呪われているとしか言いようがない。鈴のチャリ、どこまでも呪われている。鈴のチャリ、呪い、呪いを早く解除したい。しかしまたもうアイテムが取れない。これはもう1位になるなということなのでしょうか。また雲が帰ってき、そしてサンダーが落ちる。これはもはや無理、無謀といったところでしょう。1位は無謀に近い。おっと、しかしここで巻き返しを予感させる超絶ラムダッシュ、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 ラムダッシュを何回もある。なんでにそこに引っかかる。呪われてるにも程がある、呪われてるにも程がある。鈴のチャリも今日は絶望的といったところでしょう。さあラブラッシュ、さあここからどう巻き返すのか。鈴のチャリが、おっとここで、さあ1位飛ばしも飛んで、なぜに引っかかる、だからなぜに引っかかる。もはや無理、もはや1位は皆無といったところでしょう。1位はもはや皆無といった ところでしょうか。もはやダメに近い、もはやダメに近い。1位はもう、もはや皆無です、1位はもはや皆無です。またもやアイテム取れない、これは死亡です、完全死亡です、完全なる死亡です、完全なる死亡です。もはや勝てない、誰もがそう予感させたキラー。さあ巻き返しはあるのか、巻き返せるのか、巻き返したい。なんとか6位です、
もはや精神的に参っております。鈴のチャリ、何回やっても勝てない鈴のチャリ。このままでは1位にはなれないぞ。一生かかっても1位にはなれないぞ。なんと最終コース、 DK スノーボードクロス。さあついに来ました、 DK スノーボードクロス。みんな大好き DK スノーボードクロスで1位を取ることができるのか。さあまたもや相手も取れないという風、もはや1位を取るのは不可能なのか。またもやチェケボンに巻き込まれる。しかし巻き込まれたものは多い。なんとかギリギリ抜け出しました。さあ見えない、見えない、前が霧によって見えなくなっているアマレコ TV でございます。本当ならテレビでやればもっと前が見えたのでしょう。しかし前が見えない、前が見えません、前が見えません。なんと前が見えません。これはどういうことだ。チェケボンを投げる、引っかかる者はいない。やはり私のチェケボンでは誰も引っかかることはないのだろうか。しかしまだチャンスは十分ございます。さあとラブラッシュ。さあここで巨大キノコを引きました。巨大キノコを引いて赤コーラをかわす。このままサンダー回避もあるのか。サンダー回避はなかった。しかし2位まで上がりました。このままではスナイムが1位を取られてしまうぞ。それでいいのか鈴のチャリ、それでいいわけがないぞ。このまま行っていいわけがない鈴のチャリ。さあ早く巻き返したいところだ。またもやバナナに引っかかるクオリティ。このままでは1位は一生取れないぞ、1位は一生取れないぞ、1位は一生取れないぞ。このままでは1位は一生取れなくなってしまうぞ鈴のチャリ。しかしラムダッシュ、ラムダッシュという、おっとこれは何が起きた。さあサンダーリスがスナイムに先ほど何かが起きた模様です。差が縮まっております、差が縮まっております、差が縮まっております。そしてこのままスナイムにゴールされる。また1位を取れませんでした。2位、ラストは2位で飾りました。さあラストはなんとか有終の美を取れました。思ったほどハイテンション実況ができなかった鈴のチャリ。しかし総合はなんとか4位です。なんとか4位、4位か接戦。これにて鈴の杯は終わりとなります。ハイテンション実況させていただきました。実況者は私鈴のチャリ、もはや本名でもいいと思っている鈴のチャリ。それでは参加してくれた皆様ありがとうございました。そして見てくださった皆様もありがとうございました。また次回もハイテンション実況展開していきたいと思います。それでは終わりにします。お疲れ様でした。